はい、今日はケトルベルの、まあ、今まで紹介できてなかった、まあ、いくつかの種目を紹介していきます。まず最初はケトルベルを胸の前で構えて、上半身をどちらか片方に傾けます。そこから背中が丸まらないようにしっかり胸を張った状態をキープしつつ、U の字を描くように上半身を回します。次はフロントラックポジションからやっていきます。この肩と腕で保持した状態です。で、持ってない側の足を一歩前に出したところから少し体を沈ませながらひねります。そして元の体勢に戻ります。難易度を上げる場合はそこからプレスまでやっていきましょう。次はバーピーからのハイプルです。次はロールアップ。ケトルベルを胸の前に持ったところから一度寝っ転がって起き上がります。
難易度を高めたい場合は、プッシュもしくはプレス、それか片足立ちをやっていきましょう。次はクリーンからのスクワットジャークです。次はスナッチ&ウィンドミル、スナッチの動作からすぐウィンドミルに入ります。スナッチでケトルベル寝かしてやっても大丈夫です、難易度を上げたい場合は立てた状態でキープしたままやっていきましょう。次はアームカールとゴブレットスクワットを同時にやっていきます。次はサークルトライセプスエクステンション、ケトルベルを頭の周りを回しながらトライセプスエクステンションをやっていきます。次はケトルベルを上でキープしたままレッグレイズをやっていきます。
次はクリーンからのベントプレスです。まあ、ケトルベルも非常に優れた、効果を発揮できるアイテムなんで、まあ、ぜひしっかり活用して、あらゆる能力を高めていってください。まあ、またいろいろ紹介していけたらいいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。